どうも、お疲れ様でございます。では、今日もね、コインゲッコから仮想通貨暗号通貨のことをちょっと勉強していきましょう。で、えー、いつもね、一番最初に私がお話しするのが左上の、今このコインゲッコというランキングサイトに登録されている、えー、仮想通貨暗号通貨のことなんですけども、14,879と、今日も新しい通貨が2つ3つ生まれてますね。まあ、このようにね、 毎日上場するコインっていうのは、この暗号通貨マーケットで、こう、いわゆる世界中でですね、2つか3つあるんですよ。逆に言うと、たった2つか3つぐらいしかないんですよね。この広い世界で。まあそう考えていくと、なんでね、ICO っていう話が未だに出てくるのかってことがわかります。まあ今日は、ICO の、まあ実はね、からくりについてちょっとお話しようかと思います。 カラクリ質も大したことじゃなくって、多分ね、ほとんどの方がご存知だと思うんですけどもね。はい。じゃあ、一旦話を元に戻して、こちらの方、登録されている暗号通貨の交換業者の数、1151あります。またこれも少しずつ増えてますね。えー、さらに、こちらが出来高なんですけども、現在、時価総額350兆ということでね、私の 低いという水準の370兆よりもまだ低いというところなんで、その暴落ぶりがうかがい知ることができるのかなと思います。まあ今はね、資金がある方は買ってもいい時期なのかなっていうふうに感じてますけど、皆さんはどうですかね。さあ、それでね、ここを見た後に、えー、各個の個別の暗号通貨を見ていくことになるんですけども、まあ今日はそちらのことを話すよりもね、あの、ICO の話がなんでね、いまだに たまにちょくちょく出てくるのかってことをお話し,しましょう。えっ、ー、とお話した通りにこちらの方に上場してるコインってのが明示されてますけども、常にいくつか二つか三つのコインが世界で上場されてるんですよ。で逆に言うと上場に至らないコインってのももっとね無数にあってそれはもう測りようもないです。ところが現実としてこのコイン月考っていうランキングサイトの中に新しいコインってのが毎日二つ三つ多い時には五つ生まれてるのはもうこの 放送をご覧になっている方はね、ご存知だと思います。さあ、それではね、上場する前の仮想通貨、暗号通貨を知る方法はないんでしょうかつっ,ったら別に知る方法はあるわけですよ。その代表的なのが、インフルエンサーに次の ICO、上場見込みのコインだよ、もしくは上場確定のコインだよっていうふうな、まあ、そういうふうな情報が入ってくる、いわゆる情報の中間業者っていうのがいるわけですよ。で、そういった方が今度、コイン月光にも、 ま、明示されている暗号通貨の交換業者の中で、どこどこってところに、これこれっていう暗号通貨が ICO で上場するからねっていうのは、聞くことが私もあるんですよ。で、通常はここまでです。聞くことがあるぐらいです。で、実際、あ、本当だ、みたいなことはあるんですけども、さあ、そっからですよ。その、情報ブローカーになるものか、もしくは、その情報を受け取った、YouTuber やインフルエンサーか、どこかがですね、その、 上場確定のコインにそれらしいストーリーをつけてこれが上場したら値上がりするかもしれませんよっていう風な放送したらどうします逆に私がしたらどうします私は数日後に上場するコインの情報もまあ入る時があるんですよでもここでお知らせはしてないでしょなんでかっていうと上場するコインはもうご存知の通り毎日2つ3つ5つあるんですよ 二つ三つ五つあるけども、それがね、じゃあ値段が上がるか下がるかっていうのは、これ誰もわかんないし、逆に下がるやつのが多いわけですよね。あとは上場した瞬間に高値をつけるんだけども、i c o 前に買った人にはロックがかかって誰も売れないと。で、販売元だけが売り抜けて、結果暴落した時にロックが解除されて、売っても損しか出ないような金額で、まあ、市場に解放されるって形ですよね。 まあそうなると、上場後に値下がりした後に買った方が、ICO 以前でプライベートストル買うより有利じゃないですか、でそこをね、それぞれ見極めていくってことになるんですよ。さあ、それでとっても嫌な話なんですけども、上場前のコインの情報が入った時に、インフルエンサーが、しめしめと思ったら、そのコインに値上がり確実とは言わないけれども、でも上場したら、これこれこういう理由で、 10倍、100倍、1000倍送り人になる可能性がありますよっていうふうに繰り返し検伝したり、そのための事前の振り込みを受け付けたらどうしますってことなんですよ。これはね、おそらく、うん、インフルエンサー自身が代行でお金を預かって買いますよみたいなことをすると、まあ、まっすぐ出資法に当たるんで、それだけでもやばいなってことがありますけども、じゃあ購入の方法をね、丁寧に、 まあ教えたりとか、実質的に、えー、視聴者さんの資金とか資産の操作や助言などをしたらどうかってことになってくると、ちょっと問題はややこしくなってきますよね。えー、それこそ、得をすれば誰も文句言わないけども、損した人が、あんたのせいでこれどうしてくれるんだみたいになっちゃうわけですよ。その時に手元に契約書があったり、契約に自分が関わってなくって、 えー、コインを販売している販売元との直接のやり取りで契約には私はかかってませんよってことになったらまあ,あ無関係でいられるとは思うんですけどもでもその辺がね結局ここに入金してくださいっていうところまでやっちゃってる例がほとんどだと思うんですよねですんで上手な方法としては情報の共有はするけどもおすすめも購入の方法も教えないってやつですよね今私がしててるススタンスってのは ああの ICO の情報はね、お伝えしませんけども、例えばこちらの注目のコインってのあるでしょ、これをたまにお話しすることがあるじゃないですか、でも、どの交換業者で買えるかってことは、別にここに出てるわけですよ、ここの下にね、で、誰でもが見れる情報で、全然私を通さなくても買えるわけですよね、それはお話しすることありますよ。ていうか、話さなくてもたどり着きますからね、こういうところにはね。 ただし、売るときのことは分かりません。お話しているように、買い手がいるから売れるわけですよ。で、マイナーなコインってのは、買い手がいつもいるとは限らないわけですよ。となると、買うのは簡単だけど、売るのは難しいよねっていうことによくなるわけですよ。まあ、ですんで、ICO であろうと、そうでなかろうと、売ることはできるんですかと、買ってくれる人はいつもいるんですかってところまで、きちんとね、自分で調べて。<laughs> リスクを自分で減らしてそして自分で、まあ、購入金額決めて自分でやると、まあ、まさに自己責任なんですよね、まあ、私はねこうやってコイン月光の情報を共有しながら誰でも見れる情報を一緒にねこうやって見ていってそれでなんだかんだっていうだけで、まあ、購入も進めなければねどうなるかっていうところまでも言いませんまあ芝居のコインっていうのはね 私は買いますよってことは言いましたけども、あなたも買いましょうってとこまで行きませんし、どこで買いましょうなんてことも言いませんのでね、買う場所がわかんない人は、まあ、自分で調べてやってくれって話だし、それから、利確をすれば利益が、まあ利確をっていうかね、ここで決済したら必ず利益出ますよっていうタイミングは言いますよ。だって客観的にも、どう考えても、その瞬間は利益ですから。で、そこで利益確定をしなかった人については、もう、その人の判断ってことですよね。うん まあこういった形でちょっと話ずれましたけども、ICO のドラマチックな公開をしようと思ったら、私でもいくらでもできるんですよ。いつでも。毎日コインがここに上場してるわけですから。しかも上場前のコインっていうのはたまにね、知ることができますからね。上場前のコインを知るべきサイトとかね、検索してみてください。まあ、なかなか興味深いですよ <laughs>。で、そういったところから、自分しか知らない ICO 情報っていう、まあ、ラッピングをしてね、お知らせすれば、それなりに、 情報イインンンンフフルルエエササーー暗号通貨の出来上がりでしょまあだからあの昔からねあの ICO 話を持ってくるもしくはそれを紹介する YouTube を中心としたインフルエンサーっていくらでも生まれてくるんですよでこんなんね別にどっかで秘密やってるプロジェクトじゃなくってちゃんと進捗とか分かりますから特にあの上場が近いコインっていうのは知ることができて別にねどっかのセミナーに参加しないと知ることができませんよってことはないんですよ でもしね、そういうふうに見えるとしたら、あのセミナーとかこの人に聞かないと i c o 情報が書かないっていうふうに見るとしたら、自分で何も調べてないからですよ。ね、Facebook 見たとかね、YouTube 見たぐらいなんですよね。それは調べたうちに入んないですよ。はっきり言ってね。<laughs> まあ、そういったところがありますので、あの結構簡単にこの暗号通貨の情報ってのは知ることができるんですよ。ですんで、まあ、自分がね、お金をどっかに払う、 と決めたときにはそれなりのリスクがかかってきますんでそのリスクに対するうー、まあ、リスクヘッジとしてね自分なりのリサーチを納得いくまでするっていうのはやってもいいんじゃないかなと思います、まあ、あの ICO 騒動ってたまにありますけどもね、うん、年に何回か、うん、私は結構こう冷めた目で見てるっていうか、うん、まあいまだにあの何出川ショックと同じだなと思ってるところですよ なんかあ、ね、れ当同じですよ。<laughs> 別にこれバカにするわけでも何でもなくって、あの、そんなにこの暗号通貨の情報って隠されてるものは今ないですからね。ただそこを取りに行ってないだけなんですよ。うん、で、それをいいことにいろいろと美味しい話に見せかけた演出が漂ってるってことだと思いますけどもね。はい。あなたの考えはいかがでしょうか。それではまた。